マプト国際空港ルアンダ国際空港墜落地点墜落地点と両空港の1ラムモザンビーク航空470便墜落事故とは2013年11月29日にラムモザンビーク航空の470便がナミビア東部のブワブワタ国立公園に墜落し乗員乗客33名全員が死亡した事故である。回収されたブラックボックスの調査により 機長が故意に墜落させたことが判明した。事故当日470便として運航されていたアージ -190 は2012年10月に製造され2012年11月にラム・モザンビーク航空に引き渡された。飛行時間は2905時間の心臓機でモザンビーク航空の所有する機体の中では一番新しいものであった。事故機は 事故の前日の11月28日にエンジンと機体の検査が行われていた。ラム、モザンビーク航空470便は2013年11月29日、モザンビークの首都マプトに位置するマプト国際空港を中央アフリカ時間午前11時26分に離陸。アンゴラの首都ルワンダにあるクアトロデ・フェベレイロ空港に西アフリカ時間午後2時10分に着陸する。 予定だった。しかし470便は、ボツワナの空域を、巡航高度38000フィートで飛行中、突然毎秒100フィートの降下を始め、その後機体は、高度3000フィートで、レーダーから消失した。到着時刻になっても機体が到着しなかったため、捜索が始まり、翌11月30日に、ブワブワタ国立公園の湿地帯で焼け焦げた機体の、 残骸と乗員乗客の遺体が発見された。当日の天候は荒れていて飛行経路の近くは豪雨だった。事故原因は現在国家運輸安全委員会とモザンビーク民間航空協会を中心にボツワナ、アンゴラ、ブラジル、中国、ナミビアの専門家が参加して調査している。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーの2つのブラックボックスは 事故現場から回収され、アメリカの NTSB の研究所で解析された。2013年12月21日に役務のヘッド、ジョアン・アブレウが、機長が機体を墜落させる、明確な意思を持って、自動操縦の設定を変更していたことを発表し、合わせて、予備調査報告書を公表した。報告書によると機長は、コックピットのドアをロックして閉じこもり、オートスロットルを切って、 エンジン水力を手動で調節し、減速用のスポイラーを展開するとともに、自動操縦装置の飛行高度を3回にわたり変更していた。最後の変更では、地表より低い高度である592フィートにまで下げられていた。アブレウは、墜落の直前まで各種の警報音が鳴り響き、副操縦士のドアを開けろという声と繰り返しドアを叩く音が聞こえていたはずだと語った。 当初、機長が、なぜこのような行動をとったかは不明とされていた。その後の調査で、機長が、息子の自殺と見られるし、娘の入院、離婚調停などの問題を抱えていたことが判明した。クラッシュ・オブ・アニ・エインブ・ライター・アージ・マイナス190、AR ・イン・ザ・ブ・アブ・ワタ・ナショナル・パーク、33キルド・ハット・ラム・イン190、オーバー・ボツワナ。 ナミビアオンノベンバー 29th2013 キャプテン・インテインシャナリー・クラッシュとエアクラフト・ザ・ビエーション・ヘラルド・ハット・ d エ・デ・ヒ・エ・デ・ヒ・エ・ソン・ヘ d i n a r ト・デ・ a デ・ヒ・エ・デ・ヒ・ n a m i b i リ・ア・リ・エ・ヌ・ダッシュ・ア・ヌ・アヌ g ヌゴ・エヌ・ア・リ・エ・ア・リ・シェ・ヌ・エヌ・ドハット・33人死亡のモザンビーク航空機事故貴重が、 圧ッ的に墜落させたアフププニュース、ハットモザンビークエアラインキャプテンインテインシャナリー、クラッシュと、プローブアフプブニュース、ハットハインリヒ、ダーク、パイロットストアートインデンボデン、アンフォルブリクトツーブアップクデッツデアパッセージヤマスキーン、モーサンビックスイムブワブワタパーク、アルゲマイネザイトゥング、P1、オリジナルの2016年4月17日時点における、アーカイブ、 https://web.archive.org/web/20160417014045/http://www.az.com なアンフル、anf、る、パイロットストアートデンボデン43639パイロットが意図的な操縦で墜落させた疑いがある事故ありがとうございます